手拭いは、汗や顔や手を洗った後の水を拭ったり、入浴時に体を洗ったりするための木綿の平折りの布である。その他、干渉よけや、塵よけなどの目的や、祭礼においての送信具として、頭に被るものである。鎖手拭いについては鎖かたびらを参照。おけ手拭いかぶとについてはかぶとを参照。三尺から九尺であったが、 江戸時代には人の出、長さはクジラ弱2.5尺になり、ほぼ現在の約90センチメートル X35 センチメートル程度の大きさになった。詳細に寸法が違うのは一旦の布から8から11本を裁断したために大きさが規格として曖昧になっていることや、着物を作成した時の短物のはぎれからも作られたことによる。手のぐいの端が縫われていないのは、 清潔を保つため、水切れをよくし早く乾くようにという工夫である。染め物としては、晒しのものや、藍染めになどを施しただけの無地や、無地や白地に柄を施したものがある。本来、日本古来のものを指すが、明治時代に、西洋からももたらされたタオルを含むこともある。特に、タオル地のものと区別するため、日本手拭いなどの言い方もする。歌マが汗を拭く女。 日本紙を言った女性の鉢巻き、歌舞伎で言うところのおわ巻きもしている手ぬぐいの歴史は日本の織物の歴史でもあり古くは朝や絹でできた平ら織物であった平安時代から養老律の威令の衣服例により庶民は朝を高貴なものが絹織物を使用した麺は主に中国大陸などから輸入され絹より高価であったが江戸時代初頭の前後に日本でも 大々的に栽培されるようになり普及した。また、用途においても、神仏の清掃以外では、神事などの送信具や、儀礼や、日よけなどにおいての被り物であったとされ、普及するにつれて吹きとしての前掛けなどの役割を帯びていったと考えられている。のれん区別も曖昧であり、所定の場所にかけて、日よけや、塵よけや目隠しとして使われ、その用途は、 人の送信具として求められた機能と同じであり、しで布や注水衣やとばりと呼ばれていた。また門や家紋を入れる習わしも同じである。神仏の像や飾り付けなどの清掃を目的とした布として使われていたとする説がある。平安時代に震災具として真事に身にまとう送信具として使われていた。当初は布は貴重なため、 祭礼などを司る一部の身分の高いものにしか手にすることはなかったが、鎌倉時代以降から庶民にも少しずつ普及し、室町時代には歪みの体を拭うためにも使われるようになり、戦国時代には広く用いられるようになった。今昔物語では手ぬのという表記の記述があり、和名小には太しの己比という表記の記述があり、それぞれ手ぬぐいを指していると言われている。 首に手拭いを巻く、歌舞伎役者江戸時代には、都市部近郊に大豆などと並んで綿花の国草地帯が発展し、木綿の織物とともに普及していった。都市近郊で銭湯が盛んになったことや、車真禁止令により、絹織の着物が禁止され、木綿の着物がよく作られるようになると、歯切れなどからも作られ、生活用品として庶民に欠かせないものになった。この頃から、 手拭いと呼ばれるようになり、入浴に使われたものは、ゆでとも呼ばれた。また実用だけでなく、自身を着飾るおしゃれな小間物として、己の気風や主義主張を絵文字のシャレで表し、染め抜いたものを持ち歩いたり、個人が個々の創作で絵柄を考え、発注した手拭いを持ち寄り、手拭い合わせという品評会を催されるまでになり、折り紙のような面きとして、折り、 手拭いという技法も生まれ、庶民の文化として浸透していった。職業においても、薬売りや読売りなどの物売りと、米屋や材木屋など、ぬかや木くずを被る職種などでもその手拭いを利用した、被り方に才が生まれ、また、古典芸能の落語や日本舞踊の見立てとしての、小道具としても使用されたり、祭りなどの衣装として、その特徴付けや役割によって被り方などが、 多岐になっていった。歌舞伎で、被り物や衣装としても、様々な場面や役柄で使われ、庶民に与えた影響も大きく、名称のない被り方が、歌舞伎に由来して名付けられたり、また歌舞伎の演目で使われた被り方が、その演目の話と同じことが、世相に反映した結果、被り方までが流行ったとされている。のしにまかれた、 贈答用の手拭いと日常の手拭いその他には、お年玉など、事節や、節句の縁起物としての贈答や、選別や心付けから、大入りや、工業の景気付けの修儀や見舞いの不修儀としても、配られ、特に人気商売であった歌舞伎役者や大相撲の、力士や落語家などが、非生き筋や客に、内裏や自身を表すもの入った手拭いを、名刺代わりに配った。その他にも、 大棚などの商店が、宣伝を兼ねて、屋号の入ったものを顧客に配っただけでなく、屋台などののれんなどに使用されたり、本来の汗や水の吸水の目的だけでなく様々な用途の広がりを見せていった。この時代には、手拭いは、手拭い染め屋と言われる専門の染め屋があり、上気のような芸術的な意味や、装束やのれんという看板などの用途などから衣装が、 複雑に詳細になるにつれ、染色業の細分化もあり、染色の技術も向上していった。明治時代には、中染めという染色の技術が新たに考案され、もっと複雑な図柄にも対応できるようになり、繊維産業の流盛とともに、染色の技術が普及していった。ただし、文明開化とともに、タオルやハンカチといったものの流入や、日本古来のものは、 古い時代遅れといった風潮から排斥されたり、廃れる傾向にあり、手拭いもその一つであった。元々は、布巾と呼ばれる、生活必需品は晒して拭い、晒しも綿と言われるものが原型であり、ガーゼや包帯などの役割から、今日のタオルやぬ拭えや、雑巾や、ハンカチなどの役割も担っていた。そして現代日本での日常生活では、タオルあるいはハンカチの使用が多いが、 手拭いが捨てれたわけではない。荒い平折りで、長さのある手拭いには、タオル地の製品にはない利点があり、農作業、伝統芸能、祭り、剣道などでのかぶり物、ヘルメットの裏地、鉢巻目隠し、汗拭いなどとして、あるいは付近として今なお利用されており、古来からの監修として、商店などの贈答品やイベントの際の記念品としての需要も少なくない。 近年では見直され、風呂敷と同様の放送としての利用方法の提案もあり、近代的なものも含め色々ながらの手ぬぐいが、和小物の店や手芸店で見ることができるようになった。鉢巻きをする扇動の風景が代表的なものに、豆絞りといった技法による、染色の水玉模様や小紋柄、山井桶や虫桶として、柿渋を単色染めした渋手ぬぐいというものがある。 関東では浮世絵や歌舞伎といった柄が好まれ、関西では名所や古都地を表す風景などの柄が好まれた。船で夕涼みをしている男。手拭いを両肩に回している江戸時代には、巾着などと同様に常に持ち歩いた必需品でもあり、おしゃれや息や気風を演出するために肩にかけたり、現在のマフラーのような用法で首に巻いたりして、 個性を表す小間物としての装飾具でもあった。下記の記述において、二次利用以外では、手拭いはそのままの形で利用される。食器を洗ったり水気を拭いたり、すす払いや掃除などの空拭きや水拭きに使われる。昔の姉さんかぶり、今のチリよけ。後ろから持ってきた橋を上から前に回して、額の下から差し込んでいると思われる。旅先の茶屋で手拭いをかぶっている。 旅人の男女頭に関した、鉢巻きと頭を覆い後頭部で結ぶ、姉さんかぶりと頭と頬をかぶった、頬かぶりと乗せただけで結ばない、着流しのおおよそ4つに分類できる。かぶり方には男性だけのものや女性だけのものがあり、女性においては年齢によってもかぶり方が区別されている。下記の他かぶり方の詳細はわからないが、同心かぶりというものもある。 日本紙から大きく変わったこともあり、被り方の名称は時代とともに変化した可能性がある。時代とともに変化した、そのためか混同しているなどもある。被りは被りとも表記する。歌舞伎においては演じる役柄によって被り方が決められているものもあり、鉢巻については女六の紫をはじめとし、白、可愛色、紅れないなどの色が指定されている場合もある。 手ぬぐいが新しいもしくは、糊がかかって、パリッとしているのか、使い古して、ヨレッとしているのかによって、できるかぶり方とできないかぶり方がある。頭頂部に折り目を施して、山形に見せたり、ひさしを出したり、こうむる前の手ぬぐいの持ち方もそうであるが、特に結んだ後の端の処理が、そのまま、ねじる、夜、折りたたむなどいろいろあり、そこから、上に突き出す、斜め上に突き出す。 二本まとめて、一本に見せて突き出す。両端をまっすぐ横に突き出し、新一文字に見せたり、と、様々な処理の仕方があり、各々の被り方に、さらに細かい種類を作り出し、名称のあるもの,のないものも合わせ、個人個人の気風を体現するかのように無数に存在した。役柄で向かう鉢巻きをする、歌舞伎役者を同じ場所、同じ時代で、各々の姉さん被りをする、女たち。 言っている神の形により、チリけと田舎女が使い分けられていたと思われる。姉さんかぶりの農夫たち吹き流し、平安時代には真事に身にまとう、草心具であったが、沙乙女と呼ばれる田植えの儀式の祭祀においても、白い手ぬぐいが草心具となっており、手ぬぐいが神聖なものとなっている。秋田地方の伝説上の人物である。 瀬尾県中の物語において、土地の氏神を助けた見返りとして、瀬尾県中は合力を授かるが、その力の象徴として、証明として、手拭いが氏神から渡されている。笠地蔵の物語でも笠が足らず、老夫婦がわびながら汚れた手拭いを、残った地蔵の頭に被らせるというくだりがある。沖縄・奄美地方では、手さじ、手さじとも呼び、 えの神の起源の一つとも言われるおなり神とエケリ。神のなれぞめに、おなり神は自分が作った判決をエケリ神に渡すという話が伝承されていて、天海では古来女性がこの主金を呪術の道具として常に持ち歩いていた。そしておなり神と同じように旅立つ兄弟などに安寧を祈願して主金を手渡したと言われる。このように日本古来の神々との交流に、 手拭いが象徴としてある。儀礼的な装束として、威風意するものに対して、顔を隠すためにも使われてきた権威があり、日本各地にその名残として、手拭いや傘で顔を隠して踊る祭りが多く、存在する。また、日よけちりよけといった意味合いも、役よけに通じ、役よけの手拭いとして、祭りや神事でも被られ、役落としの道具としても手ぐいを使う風習のある、 地方もある戦や戦争で出兵する者に送った武功と生還を祈った寄せ書きや縁起の良いものを染めたものを武運長級手拭いといい、長寿者で使用される寄進された宝能手拭いというものもある。手拭い合わせも布に描かれた日本画や浮世絵といったところで実用性ではなく芸術性において発展した歴史を裏付けるものであり。 折手拭いにしてもそのきらびやかな図柄を利用した一つの芸術作品でもあり、千代紙を使った折り紙と素材は違っても同じもと言える。祭りや踊りでの被り物としての手拭いも、その神聖や晴れの日を飾る装束として多様化していったことが見て取れる。手拭い合わせ江戸時代に花開いた庶民文化の一つとして、神塚や水教者が独自に絵柄を考えて、 手拭い職人に依頼したものを持ち寄り、品評会を行った。これを手拭い合わせと言い,い、江戸時代にはたびたび開催され、現在でもタペストリーとして販売される、衣装性や趣味性の高い手拭いの発表や販売を目的として行われることもある。折り手拭い実用性はなく遊びや趣味として行われた。折り紙と同様に手拭いを折りたたんで、 何かを表現するもので、反転や、買わ津や財布などが代表的なものとしてある。祭りシアトルで行われた、ボンフェスティバルでの手ぬぐい踊りエイサーや長崎くんちのように各地方で行われる代表的な祭りでは、小族として手ぬぐいかぶりがあり、美ノや傘などと同様に、それぞれの祭りで特徴的なかぶり方があり、その祭りを象徴するものとなっている。 またみこしやだしなどの催しにおいても、担ぎ手や引き手とお囃子などの担当によって、手ぬぐいのかぶり方も細分化され、ある程度、巻きかぶりや喧嘩かぶりなどの違いによって、その人の役割がわかるようになっている。盆踊りには、手ぬぐい踊りと呼ばれるものがあり、手ぬぐいを持ち回し振ったり、肩にかけたりするなど、道具や当てぶりとして、手ぬぐいを使用する。 エーサーやエッチューおわらぶしなどのようにもともとは手ぬぐいをこうむるのが特徴であったが、途中から傘などに変化していった祭りの踊りも多い。上記の盆踊りでは手振りの紛争として手ぬぐいが使用され、落語においては物の見立てとして使われるが、日本舞踊においてはその両方の使用が手ぬぐいによってされる。山井八巻は実際にどの程度、 実用があったのかは定かではなく、主に歌舞伎や人形浄瑠璃で観客に病や恋煩らいで伏せっていることを疑似的に表すためにもっぱら用いられた。日本舞踊長尺手ぬぐいから主に日本舞踊で船の貝などの見立てとして使われる小道具としての手ぬぐい。その他人物などの描写として被ったり身につけたりして老若男女をこの手ぬぐいで表現する。 同じ手拭いを使い回すのではなく、演目によって使い分けられ、娘物と言われるものでは、絹製のカモ入りの手拭いが使われ、庶民を演じるときは晒し木綿の手拭いが使用され、それぞれに応じて手拭い業者に発注されている。落語情報落語と江戸落語では、それぞれ小道具の使用に違いがあり、江戸落語においては手拭い、センスがあり、これは、 双方において共通している。そして手拭いは様々な形で折りたたまれたりして見立てとして小道具となる。例えば本や巻物やタバコ入れや財布や湯飲みを描写するものに変わり物語としての落語に現実味を添えている。不調として落語家の間では手拭いのことをマンダラと呼んでいるがその理由はよくわかってはいない。贈答品として 手ぬぐいは、日本の歴史の中で活用されてきたが、落語家にとっては、贈答だけでなく、名刺と同じ目的で使用されてきた経緯があり、二つ目や、新ちの昇進の際には、襲名が入った手ぬぐいを、近親者やひい筋に配った。ありがとうございます。